アメルカは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテーラーでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は2244人。住民故障は、男女同系のマーケンス。カスティーリア語表記は、ラマーカ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.90%。アメルカは、オーレンセ県の西部に位置し、 コマルカダテーラーでセラノーバに属する。北はバルバダスとサンシブラーをダスビーニャスと東はタブアデーラとアジャニスと南はアボーラとセラノーバと西はカルテージェの各自治体と隣接する。自治体中心地区はアメルカ教区のアメルカ地区。アメルカはセラノーバ司法管轄区に属す。自治体主張は ガリシア国民党のマヌエル・ホルヘベーロレーノーソ、自治体評議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、1となっている。ア・メスキータ教区のサンペドロ・ダ・メスキータ教会は1931年に、国の重要記念物に指定された。ア・メスキータ教区にあるサンペドロの党は、かつてのブラガン酒の所領の拠点の中にあった。 アメリカは12の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。